ドーミシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。本日も大人気企画、シーンの大量コーディションかー。イエーイ。だいぶ寒くなってきたので、今回はちょっと冬服をね、メインに紹介していきたいなと思います。はい。プラスアルファ、なんと今回テーマを用意しておりまして、それぞれデートに着ていく服はといったお題を選んでコーデしてきました。はい。そちらもね、お楽しみに待っていただけると嬉しいです。はい。それでは、レッツ、チェックアウト。じゃーん。一着目。一着目は、こちらです。かわいい。めっちゃかわいい。そう、これは、上と下で分かれてるんだけど、絶対同じデザインだよ。え？分かれてるんだ。そう。トップスで1点、パンツで1点でした。で、なんかこういう服って結構生地がツルツルっとした生地が多いんだよね、だけど、これは気持ちいい。そう、裏起毛になってて、マジで冬あったかい生地なのよ。え、これめっちゃちゃんとしてる生地。そう、超かちゃんとしてるからあったかいし、このね、これは一番でかいサイズなんですけど、ズボンを履かずにこれ1本のルーズソックスで合わせるのも可愛いなって思います。絶対可愛い。よくさ、セットアップとかだとさ、上はちょうどいいんだけど下は大きすぎるなっていう人のために分かれて、そういうことだ、ね、確かにあるんだと思う。で、あれかさ、ズボンもさ、大きめが良かったんだけどさ、大きめすぎて裾が多様多様になっちゃったから、下はちっちゃめの方がいいと思います、でもダンスとかめっちゃ踊りやすいと思うし、あったかいのでこれは本当におすすめだと思う。多分すぐなくなると思う。おならすなあとウエストもこんな感じだから折ったりして、え、かわいい。ウエストが面白いね。でね、写真撮ったら多分光るんだよね、これ。ほんと？え、それ思った。夜歩いたら絶対光る。え、かわいい。写真撮ったら光ります。なので夜道怖い人は一緒に帰ろうね。これあればはるかいるから光れないよ。はい、マホの1着目はこちらです。あー、待って、そのスカートうちもさ、選んだんだけど。え、お揃い？お揃い。マジ？ま、お楽しみに。じゃあ琴音のコーデも楽しみだね、これは。私は最近ですね、カーキとかベージュ、アーミーっぽい色味にすごいハマってるんですけれども、まずはですね、この上のショート丈の MA1 です。その形めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛いよね。ここがね、すごいシクシャクシャーってなってて、大きめに作られてます。超可愛い。しかも生地めっちゃいいよ。生地めっちゃいいってか、分厚い。分厚いからすごくしっかりしてる。そうだからね、めっちゃ冬とかたくさん使えると思う。普通にこれ高級店で買ったみたいな。え、だよね、だよね。もう見つけた時にもう好きよねってなりました。でね、マホの大好きなショート丈ということで、もうこれはマホのものだよ。はい、こういう感じ。めっちゃいい。え、めっちゃ可愛い。まあ、ショート丈ですごくスタイルがよく見えます。これはすごくお気に入りの商品です。めっちゃいいね、かわいい。続いては上の黒いニット素材のトップスになっております。まほ、こういう形ね、たくさん持ってるんだけど、ニット素材のこういうの持ってないなと思って、これもさ、生地めっちゃしっかりしてる。え、そうなの。見てかさ、なんか最近めっちゃしっかりしだしてない？え、わかるわかるわかる、ね、なんか届いた時に、え、すごく。それがないよね。うん。生地めっちゃいいなと思いました。で、ここもね、しっかりこう鎖骨が見えるデザインになってて、丈もショート丈で、すごくスタイルがよく見える一品となっております。そして、こちらの、琴音とお揃いのスカートでーす。マジでいいよね、すごい。これね、履いた時に、来たーって思いました。これこれ、うん、本当に。ポケットもね、こうついてて、すごくいいんですよ。マジでさ、想像した通りの形。え、そう、そう。スタイルよく見える。うん。で、ここにね、ベルトもついてるので、ウエストが調節できます。言いたいこと全部言っちゃったの。ごめん。はい、すごく可愛い。めちゃくちゃお気に入りです。こちらがウエスタンブーツのロングバージョンになっております。おー、こういうさ、やつハマってたんです。かわいい。つま先めっちゃすごい止まってね。確かに、そうなの。かっこいいでしょ。かっこいい。これくらいならいいかな。あちょこれくらい強さがあります。強さ重視なんだ。強さ重視。しっかりヒールもあって身長も盛れるので、しかも全部黒で統一されてるから、お洋服選ばないと思うし。確かにね、すごくちょっと変わったデザインだけど、それがまた可愛いなって
思います。はい、続いてわしのコーデはチャイナックコーデー。え、めちゃくちゃ可愛い。可愛いよね、お姉様よ。そう、こういうしっかりとしたチャイナックは持ってなかったので、うん、ちょっと欲しいなと思って、うん、でこれちょっとねピンクっぽい生地感だからキュートさも出てエレガントエレガントしてないのがいいなって思う。可愛、うん、い。で生地感もね光沢感がすごくない？すごい。そう、めっちゃゴージャスに見える。でなんといってもやっぱり肩のフォア出ましたスタイルよく見えるよ、ね、この肩があることによって。デザインも刺繍っぽいような糸でデザイン描かれてるから安っぽく見えないので、ここにねボタンがついてます。え、なんでそういうの増やしてきな増やしてきな増やしてきな。ありがとう。そしてスカート、こちらのロングスカートですね。かわいい。かわいい。それめっちゃかわいい。ね、なんかちょっとこういう変わった形のロングスカート、なんか若干流行ってんのかな。シーンにもなんかいっぱいこういうのがあって、うちらが小さい頃さ、スカートズボンみたいな流行ったの。流行ってました。なんかさ、それのリメイクみたいな感じが、なんかちょっと来てるなっていうのがあって。で、選んでみました。後ろにね、こうスリットがあって、うん、足が見えて、結構セクシーな。かわいい。で生地感はすごい伸びる。あ、そうですね。ワッチャンですね。そういうスカートって伸びないのが普通じゃん。そう、結構伸びるから歩きやすいし、締め付けられてる感がない。へー、うん、なんかもうジャージ着てるみたいな感じそんな、うん、iPhone ケース、かわいい。こちらはですね、なんか私以前に動画でも紹介したんですけれども、銀色のね、こういうチェーンがついた iPhone ケースをね紹介してたんですけれども、わかった、ハートのやつ。そう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 、はい、実はこう見えて子供の部分がありまして。こう見えて、え、どういう意味？子供ですよ、意外とね。全然大人ですよ。大人ですよ。話聞こう、話聞こう、はい、そう、こういう風にぶん回してたんですよ、こうやって、はい、そしたら見事にここが壊れてしまいまして。そりゃそうですよね。いや、そりゃそうですよ、ね、壊しませんよはい、というわけで靴はこんな感じです。え、かわいい。ね、かわいいよね。ここ多分ね、もうちょっと紐キュッてやったらもっとかわいいかなって思う。ほんと結構厚底なんですけれども、うん、すごいね、ここが広いから、うん、しっかりしてるから全然多分ね、長時間でも疲れにくいと思う。へぇ、紐がいい。確かにさ、たまにさ、紐がさ、え、わかる。そう、チャチい時あるやん。わかるわかるわかる。だけどこれはね、しっかりしてる紐も、うん、じゃーん、二着目ということで、二着目は意外でしょう、コーデです。え、かわいい。かわいい。かわいい。ね、まず下置いといて、これめっちゃ可愛くない？可愛い。これはサイズが多分たくさんあって、うん、冬なので生地感は結構あったかい、うん、あとここもしっかりしてるから、あ、めっちゃしっかりしてる。めっちゃしっかりしてる。そう、だから遠くから見た時普通に形いいと思う。え、めっちゃいい。綺麗、形が綺麗、うん、で、中のパーカーはこれです。おお。紐長ない。今思ったけど紐、待って、紐びっくりした今。腕はこんな感じで、ここが短めでポーっとなってます。女の子らしい形が、なんかそうそうそう、フードの形絶対いいね、うん、めっちゃいいフード、うん、かわいい、うん、フードの形はこんな感じです。下のスカートは冬なのでベルアの生地になってて、うん、かわいい。デザインでアップしてるんだけど、うん、ここにチャックがあります。はいはい。真ん中のさ、金がかわいい。そうで、ちゃんと見えないやつね、見えないやつがついてる。形もいい感じ。形めっちゃ綺麗だと思う。かわいい。かわいい。で、靴はかわいい2杯ブーツ。2杯ブーツです。なぜかというと、2、3年、4年、5年前ぐらいから真帆さんが2杯ブーツ履いてるのに羨ましかったんでずっと挑戦してみたかったんだけど、髪の毛が短いから似合わないだろうなと思って、最近ボブになったので女性的なブーツを。これね、結構ね、割とね、割れると思うんだよね。いや、踊れそう。そう、だけど、ここがね、ちょっとでかいから、うん、私、ちょっとだけ余裕がある。あ、うん、だからちょっと押してきちゃうから。前のさ、中敷きとか入れたら、いいですか、靴下とか履いちゃうから、確かに。普通に踊りやすいし、ヒールも高いのがめっちゃ上がるから。はい、かわいい。今できていたいと思います。めちゃくちゃ可愛い。はい、続いてはマホ2着目です。おー、ちょっとかっこいい、かわいい、かっこいい、かわいいコーデにしてみました。レザーのジャケットは持ってないなと思ったので、うん、こちらを今回選んでみました。
うん、しっかりしてる。ポケットもしっかりあるし、やっぱね、これだけで結構決まるんですよ。それがレザーの好きなところです、私も。そう。続いては今度こちらの中の服でーす。これはね、何でも使えるトップスになっております。伸びる生地ね。そうだよ。私が大好きなこの伸びる生地です。で、これはね、写真は結構色味が白かったんだけど、こちら届いた時は結構クリームっぽい色味でした。なのでこちらを着ると柔らかい印象になると思います。首元は少し詰まってるんだけど、詰まりすぎてないからスッキリした印象になります。で、文字が出ます。文字レースレどういう意味ですか？動けはぁ、レースレ、動けです、皆さんみんな動いて、今動いて。はい、続いて灰色のスカートです。てってれん。はい、こちらは横にプリーツがチュッチュッってついてます。で、全部がプリーツスカートだと少し可愛らしすぎる印象になるんですけど、この前の部分が何もプリーツが入ってなくて、後ろもプリーツ入ってないので、大人っぽい印象も与えてくれるスカートですね。結構これはね、薄めの生地をしているので、夏にも使えると思います。なんか灰色だとさ、普通の黒よりもちょっとワンアクセントついて、おしゃれに見えるんじゃないかなと思って選びました。以上です。レジャー。自由時間暇。あら、あれ、大人っぽいじゃない、超可愛いじゃない、イエーイ。まずはまほちゃんと同じスカートですね。だ、これマジでいいよね。マジでいい。そう、レビューとかでもめっちゃ良くて、生地感めっちゃしっかりしてんのよ。可愛い、ほんと可愛い。これね、色違い黒もあったの。あ、そうなんだ。そう、めっちゃ欲しくなる。調節もできるから、多分ローウエストでも使えるし、こうやってうちみたいにちょっとね、おへそ隠すぐらいのハイウエストぐらいにも使えるので、万能的なアイテムだと思う。そう、なんか最近やっぱりね、カーディガンの季節じゃないですか、今。わかるよ。ね、いつも大きめのカーディガン着てたんだけど、今回は S サイズのカーディガンにちょっとピチティな感じで挑戦してみました。ピチティですか？いや。ワッフル生地っていうのかな、ワッフル生地なんだけど結構しっかりしてて、腕のここが長いの。ここも結構ポワッてした生地で、細部のなんて言うんだろう、デザインがすごい可愛いなって。そう、ここになんかマークがついてて、学校みたい。そうで、これがベージュだからスカートをベージュにしてみたっていう感じです。はい、でね、シャツ合わせてみてこんな感じですね。これなんかね、ネクタイもついてたから。あ、そうなんだ。そう、生地感はね、サラサラしてる。はい、というわけで靴はこういう靴です。看護師さんの靴ね。看護師さんの靴それは違うか。それはね、ちょっとやめといた方が嬉しいかな。可愛い。でも可愛いね。形はちょっと女の子らしいんだけど、革っぽい生地でそこまでブリブリしてない感じがいいなってすごい思う。可愛い。何でも合うよね、そういうのって。厚底にはなってるんだけど、全体的に厚底だから歩きやすいんだよね。もう地面が高いみたいな感じ。じゃーん、3着目。はい、ということで3着目はこちらのアウターでーす。おー、中はサテンの生地。あ、なんかシャカシャカ、シャカシャカ生地。中はシャカシャカチチキン。お腹空いてる。中はシャカシャカチキンです。あっちあっちあっち。可愛いところが、この首のところがレザーのベルトになっていて、首元まであるのであったかいです。私さっきシャカシャカチキンってもらっただけであったまりました。それぐらい、それはなんかシャカシャカチキンのおかげじゃない、中が。あ、中がやっぱシャカシャカチキン。そうそう。だと、で、シャカシャカ生地です。ということで、今日は貴重なはるかでございました。はい、3着目はこちらのコーデでーす。おー、めっちゃお姉さん。ねえ、お姉さんでしょ。まずはこの上のジャンバーでーす。かわいい。これなんかさ、意外とめっちゃしっかりしてんだよ。ほんとだ。シーンのジャンバーってどうなんだろうって思ってたんだけど、普通に良いです。色味もかわいい。え、そうなの。私が惚れたのはここがベージュっていうところですね。ちょっと一味違ったジャンバー。
ですね。なんかリバースですね。いや、それはできない。これはできないです。そう。これはね、ここチェックとボタンがついてるので、どっちにでもできますね。ボタンで止めてもいいし、チャックで止めてもいいし。で、ここまで来るので、本当にね、寒い時はね、ここまで締めてって感じ。ウエストの部分に紐が出てる。あ、そう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 。これ調節できる。そう、これできるよ。これで、マホの好きなショート丈にもできる。さらにショート丈にできます。可愛くない？ね、続いては、これでーす。珍しい。え、珍しいよね。なんか珍しいもの着たくなって。これ寸劇が寸劇残ってます。寸劇残ってます。お疲れ様。ママお疲れ様です。はい、これはねセットアップになっています。結構ここの広がりがあるので、まあ露出中した方がマホは結構スタイルがよく見えるタイプなので、マホに似てる方は。すごくいいと思います。でここがね V になってるのでさらにセクシーで可愛いです。こういうちっちゃなねアレンジが好きなのよ。シーンのいいところ、普通じゃない、最高です。セットアップなのでね、この下もあるんですけど、ここにスリットが入ってるのでセクシーお化けですよ。ここにこういうデザインがついてます。ピーンとか、ね、こういう線なんていうの、があることによってまたさ、細く見えたりするんだよ。そうそうそう、意外とこういうワンポイント大事なのよ。こっちヨーロッパにする。ヨーロッパ。はい、続いてはこちらのクックです。え、それマジで可愛い。え、これやばいよね。これやばいよね、うん、もうこれ紹介する前にめちゃくちゃ履いてます。そう、知ってる知ってる。なんかめっちゃ履いてたの知ってて、え、これ可愛いとか買ったんだろうと思ってた。シーンだったんだ。そうだよ。もうこれ会う人会う人に、え、それどこのって聞かれるの。マジ、うん、だってさ、高級感あるやん。え、しっかり肘感がめっちゃ良いよ、うん、はい、マジで出会えた時にペーデーって音が鳴った。で、後ろにチャックがついてるので、あ、ここでそう、履きやすいね。めっちゃ履きやすいし、まあここできつくもできるし、うん、ちゃんと厚底なので、うん、しっかりと身長が漏れるので本当におすすめです。さ、かかとのデザインがいいよ。ね、ここ太いんだよね。そう、それが超かわいい。これにスウェットで中にインしてもかわいい。うんうんうん、なんでも本当に、しかもめっちゃ歩きやすい。これ作らない。あと。Come on, let's dance。ダンス？まずこのレザーめちゃくちゃいい。やばい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 。あのね、レビューでも超高評価高かった。そうなんだ。そう、ね、生地感がね、すっごくしっかりしてて、値段もね、普通こんなレザーだったら1万とかすると思うんだけど、その半分ぐらいでこれ購入できるからマジでおすすめ。可愛い。そう、締めても可愛いのよ。うん、たまに安っぽい生地感だとさ、無駄にテカ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 しちゃってるさ、やつとかあるじゃん。そういうのじゃないんだよね。テカリ加工がない感じの生地感だから、結構高級感あっていいと思います。うん、はい、続いては、こちらのトップスですね。あれ、かわいい。かわいいよね。あれ、かわいい。そう、なんかうちさ、うん、あんまりこういうファッションしたことはないなって思って、うんうんうん、ちょっと今回挑戦してみました。めっちゃかわいいよ。ほんと？似合う。そういう、あの、ローウエストが似合うと思うことにのスタイル。そう、上はね、これめっちゃ伸びる生地で、うん、綿っぽいような生地、うん、なんだろう、なんか洗濯して柔軟剤したらずっと匂い染みついてそうな生地。あ、なんとなくわかる、うん、そういうような感じだからすごい気持ちいいの、着てて気持ちいいの大事だよね。ねずっと着るもん、そう。そうなんよ。で、さっきも真帆ちゃん言ってたけど、これもね、ここがね、V ネック加工にされてて、めっちゃいい感じなんよ。そうだい。やっぱさ、首元開いてる方がいいよね、女の子。絶対いい。で、お待ちかねのパンツですよ。おー、こちら。かわいいね。あ、じゃあこれかわいいなと思ったのが、お尻かわいくない？あ、お尻かわいい。お尻の感じかわいくない？わかる。ちょっと下っぽい感じ。そう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 。このちょっとなんか、なんていうんだろう、下っぽい感じ。でも伝わるでしょ、みんな。で、伝わるでしょ、この下っぽい感じ、このお尻の感じ、うん、下っぽい。生地感もめっちゃしっかりしてる。へえ。で、あと、独特な匂いたまにするじゃん。全くしない。うわ、本当にしない。うちこれね、デザイン性も高いし、ここにもなんか、ポッケのデザインあって。え、すげえ、めっちゃ入るよ。そう、ここがスイカとかよく流すから。スイカ系。
ここにもある鍵。ここは外でどこで炊くねん。ウェットティッシュとかね。あ、だからウェットティッシュ、ウェットティッシュ、ティッシュ関係。ティッシュ関係。ハンカチ。ハンカチ。あ、リップリップリップ。ポッケ。あ、リップリップ。じゃあ、この辺に多分。リップ。カバンいらないです。要するに。はい、そしてね。なんか似合ってるかしら私この帽子。本当似合ってるよ。こういう帽子ちょっと被ってみたくて、でも挑戦できなかったんだけど、この機会をお借りして挑戦してみました。これね、ニット生地、ニットね、すごいしっかりしてる。700いくらぐらいで、このクオリティは本当にシーンしか出せないです。で、なんか紐がついてる感じもデザイン性が高くていいなって思います。で、あとね、小物があります。挟んで、で、こうやってやって、配信とか。例えばさ、ベッドの横とかにもこれやって、こうやってギュギュギュってやったら、手持たないでこうやって見れる。最高。そう。そう、ライトついてる。ね、あのさ、マジでさ、こちらのさ、やつ欲しくないの。前回のもさ、もうカートに入れたの。ピンク色のやつにしてる。カートに入れた。ライト調節できんじゃん。そうそうそう。光調節できんの。こういう感じで。4着目はデート服キラン。ということで、はるかのデート服はこちらです。かわいい。はるかそっち系行くんだねと思うやん。違う、はるかデート服何にしようかなってこう見てて、そしたらこのニットめちゃくちゃ可愛くて。可愛い、超可愛い。そう、普段はねこういうの着ないんですよ。まあデートの服って言ったらちょっとは女の子っぽくしたいなと思って、ね、挑戦の意味も込めてこの服にしました。こんなんで来られた日にはイチコロだよ。皆様から見て、左側に R がついておりまして、そういうね、トリートメント説明書は言わない。袖が長くてめっちゃいいの。はるか、それ長いの好きだから袖長いし。マジでそのニットかわいい。そう、大好き。で、中は女の子っぽいフリフリのついているブラウスで、リボンもついています。で、下のスカートは自分の担当カラーに合わせて青のチェックのスカートにしました。え、デートにも担当カラー取り入れてくるタイプ。え、だってさ、違う、髪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 、仕事してるな、仕事してるな。で、結構薄いので夏にも着れると思います。え、でも可愛い、めっちゃ可愛い。でもまあ色合いが冬って感じだよね。そうだね。あとね、生地がね、ちょっと冬っぽい感じの生地だね。だから私がこの服で着た際にはデートだと思ってください。私のデート服はこちらです。なんか意外、意外狙ってるな。それかディナーか、ディナーからか。夜からでお願いします。普段はストリートっぽいファッションにハマってるので、うん、こういう時に女の子っぽい服を着よう、女性しか着れない服を着ようって思ったので、こういうタイトロングにしました。え、本当にデート服ってなったらそういう感じで行くの？もしデートってなったら。うん。違うんかい。デート服着てたから、デート服着てこいや。え、でもなんか特別な日みたいな。あ、記念日みたいな。特別な日はこういう風にしたい。デート服のプラス気合が入ってるイメージ。そう、そう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 。真帆別にデートの日だからって、可愛くするとかじゃなくて、一番好きな服を着るから。あ、どちらかといえばね。だけど、なんか特別な日とかにしたい日とかに、いつもとは違うんだよっていうのを見せたい時に、こういう感じに したいなって思ってる。はいはいはい。はい。でもなんか、やっぱさ、シルエットが見えるからさ、綺麗だよね。そうだね。で、お尻もポンってなるしさ、ここもスッってなるし。まあ、すごく女性らしいので、女性にしか出せない雰囲気を持っていこうかなと思いました。完全勝負ですね。デートってさ、付き合ったただデートの、それとも付き合う前ってデートっていう？付き合う前もデートっていう。デートっていう。そうなんだ。ちょっとお互いを意識し始めたのが、お互いに分かってぐらいに2人で会うことからがデート。確かに、だと思う。なんか真帆の想像はやっぱあのお昼からデートじゃなくて、やっぱりこれは夜ご飯の時かもしれない。あとなんかそこら辺に行くんじゃなくて、ちょっと高いお飯屋さん。あ、そうそうそう。結構ちょっと結構稽古稽古こけこっこなんですけど、これやってて結構こけこっこだね。そう、結構こけこっこなんですけど、結構こけこっこだからさ、ごお食事しました。はい、しました。次バーで2人で飲みます。うわ、カウンターに真帆の右隣絶対座らそうね。こっち、うん、
絶対そっち座らそうで、コケごっこしちゃってこの服着るなら絶対そっち側座らそう。これは生地はね結構薄めなんですけれども、まあこういうのにジャケットとかを1枚羽織って行ったらいいと思います。はい、私のデート服です。おはよう、まるまるくんね、あのさ、あの前回のさ、男の子に来てほしい服の女の子なんじゃん女の子なんじゃんやん、ね、笑い方するって笑われた、初めて見た、なにこれなにこれピアボーダーピアボーダーめちゃくちゃお似合いの2人だよ、完全にそう言われたらすっごい嫌になってきたわこのカーディガンね、めっちゃしっかりしてる。でも見た感じめっちゃしっかりしてる。そう、普通になんていうの、なんかもう高校生の時にさ着てたさニットってめっちゃしっかりしてたじゃん、そんな感じ。え、これどういう待って、その時にさ、あーカーディガン着てたじゃん、ユウの女神の学生が着るカーディガン、学生が着るカーディガン並みにしっかりしてるこの生地で、まあ中はなんかタートルネックで、スカートはこんな感じです。ちょっと短すぎないぐらいがベストかなみたいな。うん、確かに丈感だね。そう、うちの想像したデート服、今回なんか、まあ、初めての2人金的な感じのうわーいあ、前回のうちのやつ想像すな多分 LINE でさ、あの色にしようねって言ったんです今日は茶色のスコーデね、可愛いじゃないよ5着目、レッスン着。冬なのでパーカーにしてみました。かわいい、色かわいい、これガチでね、えナイスほんとだ、冬の形がガチで大きくめっちゃかわいい、そう形がね、かっこいいで、かわいい、そう裏起毛になっていてちゃんと温かい生地、普通に私服でも着れると思う、うん、なんかね、レビューでも形が良くてね、これは買って正解って書いてありました。で、下のパンツはこういう生地初めてかもしれない、琴音がよく着てそうな生地。あ、待って大丈夫ですかえ、琴音が着てる感じするわ。シャカシャカ生地、シャカシャカチキンでしたそこまではシャカシャカではない、はるか今回シャカチキンコーデを、でもダボっとして感じがいいし、え、かわいい、普通にかわいい、そう、パンツで言ったらさ、ストーンっていう感じなんだよ、スウェットはさ、なんかこういう感じなんだけど、ストーンっていう感じ、はるかあまり好きじゃなかったんだよね、太く見えるからしいんだけど、これはいいなって思った。あれだよ、生地感がね、そういう生地感だからいいんだ。そう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 、テロテロしてるよね、なんかさ、ジャージっぽいけどちょっと重みもある感じの生地だから、動きが重たくて可愛い。そう、あとね、細すぎないこの横の感じが。はい、私のレッスン着コーデはこちらです。シーカは下がですね、なんか見てよ、くしゃくしゃの、あのこれこそシャカシャカチキンなんですけど、形がね、もう鬼ゲロ可愛いんですよ。見えるかな、こんな感じの形です。おー、で、これウエストがね、めちゃくちゃキュッてしてて長いのよ、ここが。だからすっごいハイウエストでスタイルがよく見えるのと、確かにここをちゃんとちょっとキュッてしてるから、ウエストキュッ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 からの下がフッフッフって感じなので、すごく可愛い、ほら。で、この灰色の気持ちいい生地のトップ中、言うことないです。ほら、だって気持ちいいもんだって、ほら、せ、以上です。感じの服でーすまずね、このスウェット、やっぱ白のさ、スウェットパンツって無敵じゃない。いやね、だって私服でもめっちゃ履けるやん、かわいい、ほんとにかわいいわ。でこれはね、形もすっごくいいし、生地感もしっかりしてて、うん、でこれは裏起毛です。はいはいはい。上のトップスはコーデュロイ、うん、コーデュロイ生地で、コーデュロイだけどもちもちでしょ。そうで、なんか色味もさ、なんかね、模様みたいなのが入ってて、そう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 、超かわいい。でね、これ何がいいかっていうとね、裏がね、赤ちゃんとかに使えるようなガーゼ生地みたいな。じゃあ藤原さんに持ってこい赤ちゃん生まれたからね
そう。ガーゼっぽいような生地感だから。あ、ほんとだほんとだ。気持ちいい。めっちゃ着やすいの。うん。おぬぬめです。はい、というわけで全て紹介し終わりました。イエーイ。皆さんどうでしたか？コケコッコが面白かったです。シャカシャカチキンも良かったです。ナイスが良かったです。で、まあうちらね、見ての通り系統全然違ったから、よく参考になりますって言ってくれる方が多かったので、今回もね、しっかり選ばせていただきました。はい。そしてですね、収納グッズとか生活雑貨、あとメイクとかもね、シーンいっぱいありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、チェックしたらですね、あ、これ欲しいなっていうの絶対あると思うんですけれども、そしたらね、なんとシーンさんからクーポンコードをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらをね、ぜひ使ったら、とてもとてもお得にね、買ってしまえることができるので、よかったらぜひ買ってみてください。はい。ということで、この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上、こちらでした。いばいばー。